今日はですね、股関節周りあるいは膝の周りの筋肉を動的ストレッチでほぐしていきましょう。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、動的ストレッチってことなんですけど、はい、動的ストレッチっていうのはどういう意味なんでしょうか？動的ストレッチっていうのは勢いをつけたり、はい、反動をつけて伸ばすストレッチのことなんですね。はい。まあ簡単に言うとラジオ体操なんかがいい例だと思います。まあ分かりやすいですね。確かに、はい、ラジオ体操。じゃあエクササイズとかもその部類に入ります？そうですね、入りますね。あ、なるほど。でそれをやると体温が上がったり代謝が上がったりしますね。なるほど。で特に交感神経が優位になるので、テンションを上げたい時、そういう時にやってもいいですね。あとスポーツやる時とか、そうですね、そのやる前にパフォーマンスを上げたい時、これに有効です。じゃあ早速お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、まずは股関節の周り、特に、はいはい、腸腰筋とか大臀筋のストレッチをやりたいと思います。はい。ではやってみましょう。はい、お願いします。はい、それでは、足を前に出して、もう片方の足はぐっと後ろに引きます。はい、はい、そこからじゃあゆっくり前に出した側と同じ側の肘をぐっと下につけます。そしてここは10回リズムをつけて上下に揺らしてみましょうか。はい、はい、じゃあやってみてください。この時特に意識するのは太ももの前の腸腰筋っていうんですけど、それとあと前に出した足の大臀筋と太ももの後ろ、そしたらそのまま前に出した足側に体をぐーっとひねってください。で手を思いっきり上に上げます。ここから10秒数えましょう。はい。ここで特に意識するのは胸の前から肩、そして腕の前側ですね。上半身もすごくストレッチされます。はい、はい、お疲れ様でした。次は逆ですよ。はい、次は逆にやってみましょうか。はい、反対の足を前に出して、もう片方も反対側ですね。そう、はい。じゃあここから肘は前側の足の方、はい、つけて、じゃあ10回揺らしてみましょうか。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、じゃあそのまま前に出した膝側に振り向いてください。はい、思いっきり手を上に上げて10秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。次は股関節のストレッチをやりましょう。股関節、はい、はい。はい、それではですね、そこから少し立ち上がって、はい、両足を肩幅より大きく広げてください。肩幅より大きく、はい、ぐっと開いて、このぐらいですかね。そうです、うん、そうですね、それぐらいです、はい、できるだけ腰をぐっと下に落としてください。はい、ぐっとぐっと、そうですね、はい、それしたら、これから左右に左右にね、重心を移動させます。はい、でその時につま先を上げ下げしてリズムを取ります。ちょっとやってみましょうか。で両手はね、前でこう組むといいですね。あ、ここで組む。はい、それでもいいです。はい、でもこれだけでも結構今きついですね。はい、股関節がめっちゃきてますか。はい、はい、斜め前です。斜め前、はい。で膝の位置と足の位置はそう同じぐらいでいいです。はい、はい、もうちょっともしかしたら足を狭めてもいいぐらい。はい、はい、いいですよ。それで、はい、手は前で組んで、つま先を上げた方にから離れる感じ。はい、反対側に、そうですね。2、はい、3、4、うわ、きついなこれ。5、きますか。6、股関節きつい。7、前に倒れそうになっちゃいますね。はい、いいですね、いいですね。8、9、10、はい、9玉で。まあでも無理はねしないでいきましょう。はい、めちゃくちゃ聞いてたところ、はい、今聞いてたところは内転筋っていう場所なんですね。内転筋、はい、股関節のちょっと下の太ももの内側にある筋肉。ここか。そうです。先生、ここが、はい、今ここをほぐしてるってことですか。そうなんですよ。そこをほぐしてます。ここをほぐれるとどういういい効果があるんですか。そうですね、それは実は、ね、普段はあまり意識しないで使ってない筋肉なんですよね。そうですよね、あんまり考えたことないですもん。そうなんです。だからその日常生活ではあまりさほど使ってないかもしれない。だけど急なとっさの動きとか、やっぱり急にこう動き始めるときにバランス崩しやすい時がありますね。なるほど。そういう時に非常に効果のある筋肉なんですね。余裕があったら両手をぐっと内側からですね、はい、回してアキレス腱の後ろを握ってください。ここか。そうです。どうですか。きついです。はい、きついしか出ません。きつい。ここで、はい、揺らしてみましょう。はい、これは5往復でした。よかったら CBC テレビのチャンネル登録のボタンを押してみてください。動画のコメントでお悩みも募集しています。そしてすぐに使える健康情報が満載の元気の時間は毎週日曜日の朝7時から CBC TBS 系列にて放送中です。ぜひ